ヨジ君のスパイク紹介してもらっていいですか。モレリア2、モレリア2、色が違うだけ、限定色した一番いいスパイク。横浜のパッションスポーツショップの皆さん、ありがとうございます。どうやって紹介するの。アシックスしか勝たん。すごいアピールする。これがいっちゃん、これいっちゃん A スパイクよ。あのね、中川と同じこと言ってる。やめた。いや、スパイクの方だよ。何それ。ランデザイン沖縄。違う、スパイクの方よ。インソール。インソールじゃない、スパイクの方。シュリーの企画。いや、だからスパイクの方。ネオスリー。ネオスリー、もういいっす。あざす。いろんな人のスパイク撮ってるか。うん、黒かっこいいじゃん。ちょっと今何もセットしてないんだもん。何？いいからもう。これ何？モデル？コパ。コパ。古い方。着きました。この後ミーティングして食事取って明日に向けていい準備します。はい、
今ミーティングして、軽食食べてきました。今日も右サイドバックでスタメンです。相手はファジアの岡山なんですけど、岡山は元琉球のね、上条佐時がいて、あと川本選手ってフォワードの選手がミドルすごい持ってる選手2人いるんで、ブロックの外からでもね、打たれないようにしっかり回り詰めて守備しなきゃいけないなと思ってます。元チームメイトの選手、徳本とマッチアップになる可能性もあるんで、すごい楽しみです。まあ、いつもと変わらずしっかりハードワークして、粘り強く戦って、勝ち点3取っていきたいと思います。いい準備します。岡山県にやってきました。今日は上条と徳本と、マスタニーに会えますよ。頑張りましょう。試合終わって帰ってきてご飯食べてました。今日の試合は 0-3 で負けました。ある程度支配した中で、チャンス決めれなくて、ミスもちょくちょくあって、こう流れ持ってかれた部分もあると思うんですけど、結果的に 0-3 で負けて、めちゃめちゃ悔しいですね。しっかり受け止めて、自分にね、しっかり矢印向けて、より良くしてチーム勝たせられるようにやっていかなきゃいけないなと思います。次また松本とホームで戦うんで、ホームで勝てるようにいい準備します。明日も朝早いんで寝ます。おやすみなさい。おはようございます。沖縄帰ります。